お前最近調子乗ってるし、石油の取引やめるわ。クソ、鬼畜に言っていいが。よし、爆弾を開発したぞ。早速アメリカ本土に落としてやろう。降伏します。ここから入れる保険ってありますか？ないです。中国つろいある。アヘ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 ア。私は今からお前に料理を振る舞う。うん、うまいんだぜ。なぜ強い？からいいやる。え、中国、さっさと尖閣諸島を日本のものと認めろ。そうだよ。早く認めろ。認めないやる。そうか、ならお仕置きだな。うわーん、助けてきた。わぁ、いい朝なんね。すげぇ、なんでここに大日本帝国がいるみだ。韓国か、1910年が懐かしいな。なぁ、俺たち一体化しようぜ。ほげほげビエピアー。これで工業力は、イエーイ。そう、だからお前が嫌いなる。アメリカを呼んで、お前を倒してごらんなる。ヒト、なんで大日本帝国がここにいるんだ。理由は俺も知らない。だが、ここでアメリカをぶっ倒す。ああ、望むところだ。覚悟しろ、大日本帝国。まずは東南アジアを攻めよう。あそこには大量の資源がある。次やることは、おお、また真珠湾攻撃かも。覚悟しろ、レイデイ。こんにちは、今回は嫌がらせるボタンを開発したある。各国の視点くなるよ。変更あり。これでこの森にはなくなった。ちょっと中国さん、何やってるんですか。どうしたある。そう、日本海がなくなったおかげで生き物がどんどん死んでいってるんですよ。しかも肉や魚、野菜などもどんどんなくなります。いずれ全国で大飢饉が起きて人類滅亡しますよ。やばいある。海をどうやって戻そう。ある。ボタンは海を消すボタンしか作ってない。ある。終わった。しかも全国で食料をめぐって戦争が起きてる。ああ、そうこうしてくうちにもどんどん生き物が死んでいく。中国さん、ボタンを急いで作ってください。なかったある。ああ、領土が欲しい。それはみんなそうある。誰も領土が欲しいから、日本に侵略しちゃうかもしれないある。
それやったらアメリカさんに潰されるだけですよ。確かにそうあるね。ああ、突然日本のどこかの領土がでかくなったりしないかな。没望主義な展開あるね。ああ、でかくなれ。あ、四国がでかくなった。ってあれ、四国の様子がおかしい。僕は四国共和国だよ。人口1850万人の独裁国家だよ。四国が独立しちゃった。本州、いや、日本を僕の手にしたいから進行します。四国共和国、長野手伝うから沖縄はちょうだいある。いいなの、中国、ここは協力して日本を倒そうじゃないか。はあ、どうしましょうこれ。というわけで進行します。まずい。反撃できるもんならしてみろ日本。あ、デカ待って、そうだ。アメリカさん、助けて。あ、これツンが、降伏します。やった、領土も人口も増えて最高。ハロー、国連だよ。今日は世界各国に嫌いな国を聞いていくよ。それじゃ、早速、行ってみよう。日本さん、日本さんの一番嫌いな国って、何ですか？私の嫌いな国ですか？それだったら中国さんが嫌いです。なるほど、ありがとうございました。アメリカさん、アメリカさんの嫌いな国って、何ですか？俺が嫌いな国はコミンチャイナだな。共産主義はダメ。なるほど、ありがとうございました。台湾さん、台湾さんの嫌いな国は、何ですか？僕が嫌いな国は中国だよ。あいつがいなくなれば平和になるのに。なるほど、ありがとうございました。中国さん、中国さんが嫌いな国は、何ですか？なが嫌いな国なのか？それだったら連携が嫌いなの。なるほど、ありがとうございました。ロシアさん、ロシアさんの嫌いな国は、何ですか？エアーが嫌いな国か？それだったら連携だな。なるほど、ありがとうございました。ウクライナさん、ウクライナさんの嫌いな国は、何ですか？あ、青いですか？まあ、嫌いな国と言ったら、もちろんロシアですけど。ウクライナさん、ありがとうございました。ポーランドさん、ポーランドさんの嫌いな国は、何ですか？ポーランドが嫌いな国は、ロシアが嫌いなんで。ポーランドさん、ありがとうございました。フィンランドさん、フィンランドさんの嫌いな国は、何ですか？僕が嫌いな国はロシアだよ。あいつなんて。で、して、になればいいのに。つい、フィンランドさん、ありがとうございました。韓国さん、韓国さんの嫌いな国は、何ですか？次の嫌いな国は、強いて言うなら北朝鮮かな。韓国さん、ありがとうございました。世界の国々にも、いろいろな関係があるものですね。それじゃ、この動画はおしまい。グッバイ。皆さん、こんにちは。今日はまた私の島をでっかくしていくよ。でもどうなってやるやる。私のどこかの島、でかくない？イエーイ、成功です。北海道がでかくなりました。これ、北海道、何倍のでかさになってるある？約6倍ですね。これが、本当の北海道はでっかい道。確かにでかいある。何しろ嫌いなんある。まあとりあえずここは占領しておこう。
をしてんの？何って、我が幼女を整備しようと思って。整備じゃないし、怪我保護を目の用途なら北海道をもらうぞ。嫌なら返せ。無理です。何が残ってるの？自身なら日本のものあるよ。何これ、俺超不憫わか。逆にカラッとちょうだい。いや、カラッとはさすがに俺の用途だし、日本なんかにあげるわけないだろう。ああ、次ロシアさんの主役の動画にしてもいいんだけどな。ああ、そうかそうか、残念だな。メタ発言はやめとけやり。そうか、なら渡そう。やったー、オチもついたことだし、今日の動画は終わり。チャンネル登録してね。それじゃ。私はいつも思います。運動したい。私ばっかりいたら何かと楽だなと。なるほど、あり。いいんじゃない、あり。じゃあ、早速増やしてみよう。うおー、増えろー。やったー、増えたぞ。え、お前誰やねん。私は日本です。わあ、私も日本です。面積が2倍になって嬉しいですね。そうですね。どっちか、片方の日本の範囲って言われるか？ダメに決まってるだろ、殺すぞ。逆に中国兄弟。尖閣諸島は私も、中国本土はダメある。ちぇ、中国のケチ。てか、2つになったから排他的経済水域広がった、嬉しいね。食料自給率もまあまあ上がった。けど、人口が約 2.4 億人になったんで。これが本当の日本ってね。なんか今一瞬氷河期来た気がする。まあ、暑い夏だし涼めていいんじゃない？まあそうだね。じゃあそろそろ一つになろうか。オーケー。ああ、さらば片割れよ。とりあえず落ちないから中国切るか。ああ、最近暑いですね。そうだ、名前的に寒そうな寒い島に行こうかな。それじゃ、早速。着いた。あ、やばい、暑すぎて死ぬ。